ルイ・ゾン・ボベは、フランス、イル・イコール・エイコール・ビレ県、サンメーン、ルグラン出身の名自転車競技選手、ツールド・フランス史上初の総合3連覇を達成した。初出場は、第二次世界大戦後初のツール開催となった1947年で、あったが、途中棄権。その後もツールに参加こそすれ、1950年の総合3位が最高の順位。 しかも優勝したフェルギナント・キュプラーに22分19秒もの差をつけられた。当時、ツールは国別対抗戦の形式をとっていた。すると、ジーノ・バルタリ、ファウスト・コッピノに今日を要するイタリアの層の厚さが抜きんでており、またクブラー、ユーゴ・コブレといったスイス勢も強く、地元、フランス勢は明らかに劣勢を強いられていた。しかし、ボベが、 初のツールを制することになる1953年、あたりになると、彼らにも次第に、衰えが出始めていた。この年のツールでは、5人のフランス選手が、前を上流ダッシュし、久々に、地元勢が大暴れ。対するバルタリラを擁するイタリアは振るわず、スイスも小ぶれをはじめとして、リタイア選手が続出する展開となっていた。ボーベは、第十八ステージに設けられたツールでは、 定番の難所、イゾアール峠で一気にスパートをかけそのまま、区間優勝を果たすと、前ステージまで、総合主位だった同胞のジャンマレジャックからマイオを、奪い取った。さらにボベは、第20ステージの山岳、個人タイムトライアルでも圧勝し、終わってみれば、マレジャックに14分18秒の差をつけていた。1954年、ボベは、第4ステージの山岳、 個人 TT を制すると早くも、マイオをダッシュし、第7ステージまで堅持。その後はキュプラーらの手に渡ったものの、第14ステージで、区間優勝のキュプラーと、同タイムの2位でゴールするとマイオを奪回。その後は、総合2位のキュプラー以下を全く寄せ付けず、連覇を達成した。1955年、ピレネー5ステージ初日の、第17ステージで、ボベは、 区間二、e、位に入り、ここで、前をダッシュ。しかし、ベルギーのジャン・ブランカールトが猛追い。第17ステージを終えた時点では、ブランカールトは、ボベに7分以上の差をつけられていたが、第18ステージを制し、さらに第21ステージの個人 TT も制して、ボベに4分53秒差まで詰め寄った。しかし最終ステージは平坦ステージということもあり、追撃もここまで。 ボベガツールドフランス史上初の3連覇を達成した。ジロでイタリアにおいては、当時記録として、アルフレッドビンダが1927年から1929年まで3連覇した実績があり、4連覇をかけて出場しようとしたところあまりの強さに、主催者から出場自体を要請されたという権威があったが、ツールではこれまで2連覇を達成した選手は4人いたものの、 第二次世界大戦後に入ってようやく、ボベが、前人未踏の3連覇を達成した。一方、ボベの3連覇中に、フランス勢の選手層が、かなり厚くなってきたこともあってか、1956年、1957年の、ツールは出場すらできず、1958年に3年ぶりに、出場するものの、フランスチームのエースは、後にボベの3連覇を上回る4連覇を、 達成することになるジャック・アンクティルとなっていた。この年のツールでは、アンクティルが途中棄権してしまったがボベは完走。しかし優勝した、シャルリーゴールから遅れること31分39秒の7位に終わった。そして1959年のツールにも出場して、途中棄権に終わったが、これがボベが出場した最後のツールとなった。ツール以外でも、ボベは、 数多くのレーエースを制覇している。世界自転車選手権は1954年、ミラーのサンレモ、ジロディ・ロンバルディアは1951年、パリ、ニース、グランプリでナシオンは1952年、ロンドファン・フラン・デレン、ドーフィネ・リベレは1955年、パリ・ルーベは1956年に制覇。またボルドー・パリを1959年に制覇した、他、 クリテリウムアンテルナシオナルは1951.52年と連覇を果たしている。また優勝こそできなかったが、1957年のジロでは総合2位に入っている。1960年に現役を引退後はいくつかの事業を展開する事業家に転身してこれも成功を収め、とりわけサラソセラフィーという海水派生の健康用品に、 ついては大ヒットを博したという。著書に自転車ロードレーサーのレース中の心理や戦術、さらに日常の生活態度などを自らの体験を通じて解説した自転車チャンピオンがある。ありがとうございます。